こいい、超イケメン。ねえ見た？さっきの人振り返って見てたよ、タモツのこと。へえ、なんでだろう。へえって、タモツがかっこいいからに決まってるでしょ。そういえばこの前スカウトされたの返事した？仕方、興味ないし。け、芸能人の彼女とかヤバすぎるのにな。もったいないな、タモツなら絶対売れっ子になるのに。超かわいい、これは映えるわ。タモツ、こっち来て。ん？これ、俺いる？タモツの写真をアップするとめっちゃハートもらえるんだよね。横顔もいいね。まあ、愛理が喜ぶなら。で、なんでいつも俺が送ってもらうわけ？いいな、一人にして逆なんとかされたら困るもん。ついてくわけないじゃん。本当？次は送らせて。わかった、じゃあね。うん。ごめんなさい。可愛い子、ちゃんと前見とけよ。あれは、おーい、たくん、ただいま。おかえり。今日は直帰だったからちょっと早く帰れたよ。そうなんだ。あ、さっき帰ったの？あら、たーくん、こんばんは。うっす。ただいま。さっき悪いんだけど、お米買い忘れちゃって、買ってきてくれる？米？重いのやだな。でもしゃあない、行くよ。荷物よろしく。ごめんね、たーくん、持ってもらっちゃって。重いでしょ。全然。お、さすが男の子。男の子って。しかし7年でこんなに大きくなるとはね。何センチあるの？85くらい。でかっ。そうだ、ねえ、たーくんの仕事って翻訳家なんだね。すごいな。別にすごくないよ、在宅の仕事探してて、英語は好きだったから。在宅が良かったんだ。俺が高校留学中に父さんが過労で倒れたから、俺は家にいようと思っただけ。え、おじさん大丈夫だったの？お医者さんだし、そりゃ忙しいよね。今は落ち着いてるよ。そっか、小さい頃はお父さんと同じお医者さんになりたいって言ってたけど。一応医大は通ったけど、少し前に辞めた。はあ、いろいろあったんだね。医大入るのも大変なのに、辛い決断だったね。やっぱりたーくんはすごいよ。努力して悩んで決断して。たーくん、ん？それってなかなかできないことだよ。すごくかっこいい。やめてくれ、何言ってんだよ。意志が揺らぐ。へえ、駅前にこんなお店できたんだ、かわいい。ん、アイリー。あ、さっきの、もしかして彼女？おや。見たよ、アイリーの SNS。 彼氏何度見ても超イケメンだよね。ヒュヒュ。それがさ、付き合ってみたけど顔がいいだけで超つまんなくてさ。塩対応すぎてクール飛び越えて冷たいし、口数少なくて何考えてるかわからなくて最悪よ。たくも、せっかくの偉大もやめちゃうしさ、もったいないっつーの。まあ連れて歩く分にはいいんだけどね。アイリもそのタイプだったか。お前怖い、何考えてるの？大丈夫、昔から言われ慣れてる、今さら傷つかない。ちょっと、あんた、たーくん顔だけだと思ってんの？医大辞めた理由もよく知りもしないで適当なこと言ってんじゃないよ。あ、誰？てか、面白み求めてんならもっとわかりやすい陽キャと付き合え。たーくんどう見ても陰キャだろ。先ね。たもく、すいません、人の彼女に。つい。とにかく、たーくんの優しさ見逃したらもったいないよ。すごく頑張り屋で優しい子なんだから、ちゃんと彼を見てあげて。あんた誰なのよ、さっきから。タモツの何？先ね、もう行こう。タモツ、違うの、誤解なの。ごめん、今は話したくない。あ。
と感情的になっちゃったよ。おせっかいだったよね。反省。今笑った？すっげえ剣幕だった。さっきね、怖え。俺そんな陰キャ？だって誤解されたままじゃ悔しいじゃない。先ね、ん？俺諦められそうにない。